この日本という国において地震予知というのはすごく大きなテーマですよね。そうです。でも最近なんかは、30年以内に南海トラフ地震が起きるようなんていうことを国が発表していたり、スマホがビーッとなったらその数秒後に揺れが起きるなんていうことを経験していて、我々も地震予知というものが少しずつ進んできているのかなという実感はありますよね。ただその反面、本当に欲しい地震予知はこれじゃないという気持ちもありませんか。まあね、そうですよね。だって何十年後何秒後じゃあ準備できないじゃないですか。本当に欲しい予知というのは明日何時にどこで地震が起きるよ、これですよね。はい、ただこれが現在のところはまだ実現していないということですよね。ところがそんな皆さんが最も欲しいとする地震予知を80年も前に成功させていた日本人がいたっていう話なんです。その男の名が椋平弘吉。ご存じないかと思うんですけども、この人はですね、個人で地震の研究をしていた人なんですよ。でその研究の方法というのが面白くて、普通地震の観測といったら地面を観測しますよね。ところがこの人は空の虹を観測したんです。虹、はい、地震と密接に関わりのある虹というのを発見し、その虹を椋平虹と名付けて、それを根拠に地震を予知し的中させていたんです。へえ。気になる的中率は驚きの 86%。 わ、すげえ。これでいいよ。それをですね、数十年間にわたり何度も大きな地震当ててきているんです。うん、その椋平の名が世に知れ渡ることになった最初のきっかけというのが1930年の北伊豆地震なんです。11月26日午前4時3分、はい、その発生の前日に椋平が京都大学の研究機関に明日朝4時伊豆で地震が起きると予言していたというのが明らかになったんです。それが瞬く間に世界的なニュースになって、一躍椋平は世界の有名人になったんです。はい。そして世界中の VIP から驚きと称賛のコメントが届きました。はい、例えばこんな人から。へえ。天才物理学者アインシュタイン、アインシュタインは彼にこんなメッセージを送ったんですね。親愛なる日本の科学者椋平君、あなたが今回日本に起こった大地震を前日に予知したニュースを知り、はるかに敬意を表します。すごい。話の大絶賛。はい。ただアインシュタインだけではないんですよ。他にもこんな人。エジソン、発明王エジソン。エジソンも椋平にこんなメッセージを残してます。日本の生んだ偉大なる天才椋平君、現代世界地震研究家の間に問題となっている地震予知があなたによって発見せられたことは誠に喜ばしいことですと。これも非常に最大限の敬意を持ったコメントですね。はい。つまり世界中の偉人から評価された天才日本人がかつていたというお話なんです。ではなぜその天才日本人のことを我々は知らないんでしょうか。知らない。椋平が椋平虹によって地震を何度も的中させていきますよね。とすれば周りの人間ももちろん椋平虹を観測して的中させよう、そうなるのが自然な流れですよね。もちろんそうなったんです。ところが椋平以外の人間には決して椋平虹は観測できなかったんです。なんで。椋平だけが観測し続けてる、他の人は観測できてない、あいつめインチキだという噂が流れ始めたんですよ。そしてその噂を受けてついに新聞社が調査に動いたんです。そう、新聞社が注目したのは椋平の予知の知らせ方だったんですね。椋平は予知を研究機関に知らせるときにハガキを使ってたんです。電話ではなくなぜハガキなのか、そこに注目して調査を掘り進めると驚くべき事実が明らかになった。何？なんと椋平はですね、定期的に自分宛に鉛筆でハガキを出してたそうなんです。何のためか。自分宛もちろん自分に届きますよね。自分の名前が宛名に書いてある、それを椋平は消すんです。するとどうでしょう、消し印のついた空のハガキができるんです。これを定期的にストックしておく、地震が起きる、するとその近くの研究機関の名前を宛名に書く、そして後ろには地震の発生時刻と地震の場所を書く、あとはその研究機関に自分が直接出向いてこっそりと
郵便受けに入れとくって言うんです。なるほど。そうすれば数日前の消印が入った受信予知ハガキが出来上がる。つまりこれは巧妙なトリックを使った完全なる詐欺事件だったんです。これを受けて椋平は全てを失いました。全ての研究結果、功績、水の泡です。そしてもう誰からも見向きもされることなく、その後ボロボロの生活を続けて死んでいったそうです。これにて一件落着と思いきやですよ、ここに大きな謎が一つだけ残るんです。それはですね、スクープが発覚してボロボロの生活を続けていた椋平がなぜか虹の観測を続けてたっていうんですよ。普通に考えればもうそれは詐欺だと分かったんだからやめろよ、恥ずかしい、みんな笑ったわけです。ところがついに死ぬ間際まで椋平はそれを研究し続けたんですね。その動機は一体何だったのか、その謎を解く鍵が実は最初の予知にあるんです。それは1930年の北伊豆地震、その予知はハガキではなかったんです。出てきたのはこちら、電報だったんですよ。つまりあのトリックは使えないんです、これが電報であった。だからどうしたって詐欺ができない、それが分かったからアインシュタインは絶賛したわけですよ、世界が称賛したわけですよ、ということは最初の北伊豆地震間違いなく当ててたんです、これは一体どういうことなのか考えていくと、一つの恐ろしい仮説が浮かび上がってくるんです。つまり本当は椋平地震ちゃんと当て続けてたんじゃないかって話です。つまり何者かの陰謀によって詐欺師に仕立て上げられたんじゃないかということです。それを裏付けるかのように最近奇妙な虹が観測され始めてるんです。白い虹なんですね。虹といえばあの7色ですよね、それが真っ白だ、これが不思議な色だなということで話題になっているのではないんです。実はこの白い虹が観測された場所で地震が起きていることが分かったんです。となればこの白い虹こそが椋平虹なのか、まさに今こそ椋平の晩年の研究データが知りたいですよね。ところがその椋平の研究データ何者かによって持ち去られていることが明らかになった。椋平は詐欺師に仕立て上げられた、そしてその晩年の研究データすらも闇に葬り去られた。この点を結んで浮かび上がる結論は、地震の予知をされては困るという人々がいるということです。だとすればですよ、我々は現在詳細な地震予知ができないのではなく、できることを知らされていないだけなのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。皆さんの記憶に新しいところで言うと、今年の3月に韓国で大規模なサイバーテロが起きたっていうニュースがありましたよね。今世界ではですよ、ネット世界が陸海空宇宙に続いて第5の戦場と言われているんですよ。じゃあ第5の戦場は分かったと、その上でじゃあ第5の戦場で一番強い国はどこなんだと、皆さん気にしてると思うんですけども、例えばこう CIA というねスパイ機関を要するアメリカなのか、それともモサドというね非常なスパイ機関を要するイスラエルなのか、いろいろ想像があるんですけれども、今最強なのそこの2つじゃないと言われてる。なんとネット世界での最強の国は世界最小の国バチカン市国だって言われてるんですよ。マジか。このバチカン市国非常に小さい国、そんなバチカンがなんで最強なの、よく思い出してほしいのが、バチカン市国という国はキリスト教のカトリックの総本山なんですよ。つまり世界に12億人いるカトリック教徒
そして世界中にある教会から一手に情報が集まってくるんです。あ、毎日のようにすごい量の情報が集まってくるらしくて、どれくらいの情報まで集まってるかというと、例えばどこどこの国のどこどこの教会の誰々という司祭が朝何食べましたなんていうどうでもいい細かい情報まで入ってる。それぐらいの膨大な情報が集まるバチカン市国のセキュリティシステムがこれ最強と言われてるんです。ただ問題なのが、その世界最強のセキュリティを破ったハッカーが現れたってことなんです。その天才ハッカーは年齢が30代、非常に若いということだけが分かっていて、他は国籍、性別全部不明なんですね。ただ一度はそのバチカンのセキュリティ破ったんですが、バチカンも最強組織ですから、一度破られてただで見過ごさない、すぐに見つけて捕まえたらしいんです。でどうしたか、処罰しなかったんです。何したかというと、セキュリティの最高責任者に雇い入れたんです。ということで、奪われた情報を外に出すことも防ぎ、そいつを使ってもっと強いセキュリティを作った。それでバチカンはより強くなった、一件落着と思いきや、なんと昨年の6月にこんな新聞記事が出たんです。バチカンの極秘情報を持つ元ハッカーが謎の失踪。今のやつなの？そうです。このハッカーこそがその30代の天才ハッカー、はいはい、これを話したのは結構確かな筋で、はい、そのバチカンの上層部のベルトネ枢機卿という非常に幹部が、はい、そういう情報を漏らしてるんですね。でこれどうしたかというと、要するに中に雇い入れられたようでいて、今度は全部持って逃げちゃったってことなんです。これは可能性も考えそうなもんやけどね。そうなんです。ただそれ以上に頭切れたんでしょうね、このハッカーが、うん、うまくやって全部持って逃げちゃった、はい、でこれどうなるの、やばいんじゃないの、で世界中が今ざわざわしてます、はい、ただ、ね、ちょっとあまりにでかい話で現実味ないよねって思う方もいるかもしれませんが、はい、バチカンといえばですよ、はい、最近ニュースありましたよね、はい、ローマ法王の退位です。退位したのはベネディクト16世という方なんですけど、これね、ローマ法王退位かって日本人はあんまり大きいニュースとして扱わなかったんですが、これすごいことなんですよ。例えば総理が辞職するなんてのは全然訳が違うんですね。そうそうな、このローマ法王っていうのはとてつもない権力者なんです、うん、それになるためにはもう命がけで派閥争いが行われてるというぐらいで、なんとこのローマ法王が自ら辞めますと言ったのは700年ぶりなんですよ、じゃあ700年ぶりに自分から最高権力者辞めますって言わなきゃいけない背景って何だったのか、うんうん、それはあの天才ハッカーでしょ、はいはい、なるほど、天才ハッカーが持ち出した恐ろしい情報を恐れて自ら辞めざるを得なかったと言われてる。そしてそれはまだまだ序章に過ぎず、まさにこれからキリスト教、いや世界をひっくり返す恐ろしい情報が天才ハッカーから流出させられるかもしれない。信じるか信じないかはあなた次第です。まあ、一番高貴とされてる家紋っていうのはもちろんその皇室の菊の紋なんですね。だからその次がですね、あの霧の紋という紋、まあ、見たことあるか、ね、あるある、はい、まあ、いわゆる戦国武将の三英雄秀吉が使っていた紋なんです。あ、そうなんや、はい、でこの紋って非常にですね位が高くて、秀吉がその歴史上初めてですね武将の中で天皇家から紋をいただいたんです。へえ、それがこの紋でして、いわゆる秀吉の紋をですね今この日本で公式に使ってる人がいるんですよ。それが誰かと言いますと、何を隠すと、うん、総理大臣ですね。じゃ全員見てるよっていうのをね一回知っといてほしいのが、硬貨500円玉ですね。しっかり入ってますよね。日本人は必ずこの霧の紋を見たことがあるんです。まあそのじゃあちょっとおかしいなと思うわけですよ。徳川が倒れて明治維新が起こった後に、まあ新しい政府ですよね、新しい日本の政府のトップがその2個前の豊臣の家紋を使う、うん、これちょっと不思議じゃないですか、はい、逆に言えば縁起が悪い、うん、ここで深い意味を読み取ることもできるわけですよ。どういうこと？
つまり今の日本政府、いわゆる明治政府からの流れですよね、うん、その明治政府ってじゃあ誰たちだったんだって考えたら、初期の頃の総理大臣は、まあ、主に2つの藩が担当してましたよね。薩摩と長州ですよ、うん、薩摩と長州がその日本の初期の総理なんです、うん、じゃあその薩摩と長州の人たちってどういう人たちなのって考えたら、関ヶ原の戦いで、まあ、徳川軍とその豊臣軍が戦った時に豊臣が負けて徳川が勝ったから江戸時代がスタートした、うん、じゃあ負けたその石田三成が率いてた豊臣軍の中にはどういう武将がいたかというと、薩摩、いわゆる鹿児島の島津家、山口、長州の山口家の毛利、この非常に有力な毛利と島津っていう薩摩と山口の武将が負けた豊臣の軍の家臣だったんですよ。だとしたらですよ、信長が裏切られて、それを敵取った秀吉が天下を取りかけたけれど結局負けて家康が天下太平を取ったんだと思ってましたが、その家康に負けた部下たちは300年の間恨みを忘れていなかったと。そうなんだ。300年越しに復讐したんですよ。明治維新っていうのは豊臣の300年越しの復讐だとしたら、それで徳川を倒して、さあ新しい政府が始まりました。その時のマークが豊臣のマーク。信じるか信じないかはあなた次第です。あっさんかっこいい。家紋とかもなんかこっそり調べてきたんやって。そうなんですよ、皆さんも持ってらっしゃると思うんで、的場浩司さんの家紋、はい、いいな。これ妙賀紋というもんで、非常に由緒正しくてですね、仏教用語で妙賀っていう言葉がありまして、仏の加護がありますようにという、ありがたい、ありがたいもんです、かなり日本十大門の中に入ってくるぐらい、これはいい、非常に、だからこうもしかしたらですけど、可能性としては的場さんの先祖には偉いお坊さんとかいるかもしれないという。この明賀門を使ってる有名人、はい、誰、北野武さんもそうです。そして次にですね、あの友近さん、はい、友近さん似合うな、家紋丸に立花、なんか友近っぽい。本当ですか。この立花の紋って非常に高貴な紋なんです。優雅で貴族の方に近い、もともとは立花氏っていうすごい大きい貴族があって、そこから発祥したとされているので、かなりそのもし先祖の先祖たどれば大きな貴族が、着物作り、着物、いや着物がだから好きなのはそういうのがあるのかもしれないですね。潜在的なものが、うん、これと同じ家紋の有名人の方でいうと勝新太郎さんと、めっちゃいいやん。家の窓ガラス、この家紋の模様、うん、そうなんです、実家の、はい、実家や、大きいですね。プチ情報でした。いやいや、すごい。まあ、水木しげる先生といえば、その有名な作品はもちろんゲゲゲの鬼太郎であったり悪魔くんとかですよね、アニメ化もされてますけども、ただその水木先生の作品の中でほとんど誰も知らない大名作っていうのがあるんですよ。大名作、それのタイトルがですね、不思議な手帳という、皆さんご存じないですよね。独特のタッチ。ただこの作品がものすごく、名作であるということが、最近分かったんですね、というのもこの作品がとある有名な作品とシンクロする部分がある、じゃあどんな漫画なのか、この漫画の主人公がですね、山田という男で、年齢は45歳、はい、公務員で市役所に勤めているしがない男でございます。この男がですね、ある日神社にですね行くんです、はい、でお参りに行ってるんですね。でお賽銭箱に千円札も入れてしまう、はい、というのをですね同僚に見られてしまうんですね、そのですね同僚の女性がどうして千円も入れたの、不思議、すごい聞いたんですね。でその山田は全然答えないんですよ、口が硬いので、ただそれをどうしても聞きたかったのでベロベロに酔わせて、
ついにポロリと山田がこぼすんです、うん、実は僕不思議な手帳を拾ったんだ。それどんな手帳なのか、はい、その手帳に名前を書いた人が死ぬんです。あら、聞いたことあるストーリーです。さあ皆さんまだまだお待ちください、はい、その手帳に名前を書いた人が死ぬということを聞いた女性がその手帳をこっそり借ります、はい、そして憎い同僚をですねどんどん殺していくんです、うん、でそれに気づいた山田が取られたとまずいということでそれを取り返してその女性の名前を書き殺す。でも本当はその女性に思いを実は寄せてるところがあったので自分でも後悔し思い詰め悩み最後は自分の名前を書いて死ぬ。さあこの不思議な手帳も皆さんお分かりだと思うんですけれどもあの映画化もされ大ヒットしたデスノートにそっくりなんですね。ほんまや、はい、昭和の段階で今平成の世で大ヒットを飛ばす漫画とほぼ同じプロットの漫画を描いていた水木しげる先生の才能、はい、まさしくゲゲゲと言えるでしょう。お前らはもうちょっと水木さんのいい話してもいいですか。あ、言うていい話よ。すごいなというのが最近分かったのが、ただ赤道直下 の、 あの南の島に、まあ、あの少数部族がいるんですよ、はい、そこの部族がなぜかですよみんな日本語喋れるんですよ、うん、なんでってなったんですね、うん、そしたらなんであなた方は日本語喋れるんですかって言ったらパッとその部族が写真見せてきました、はい、あなたはこの日本人を知ってますか。えその写真の人物こそが水木しげるの。あららら、すごい。実は水木しげるさんってその漫画家になる前に戦争に行ってるんですね。戦争に行って兵士として南方戦線に送られてるんです。でそこですごく大きな怪我を負うんです。そこで命を助けてくれたのがなんとその部族だったそうです。でそれで水木さんはありがとう助かったということで帰ったんですよね。で帰って日本に帰って漫画家として大成してから毎年その部族のところに行ってお礼をしてたそうなんです、だからその部族は日本語はみんな喋る。すごいね。番組で絡んだ時は先生なんで現役でいつまでも書きはるんですかって言ったらなんか書いたらねこれくれんのって言った。まず1枚の写真をご覧いただきたいと思います。あれこれがあの中学時代の僕です。この当時僕非常にガリ勉でしてついたあだ名が滝蓮太郎。僕の中で滝蓮太郎っていうものはまあ辛い過去ではあったんですけれども今回真剣に調べてみまして、うん、代表曲っていうと工場の月、その工場の月を作った作曲家それぐらいの認識だと思うんですが実はもっとメジャーな曲作ってるんですよ。例えばハトポッポ、あと雪やコンコン、そういうすごくメジャーな童謡も作っているにもかかわらず、じゃあ雪やコンコン作った作曲家だよね、ハトポッポ作った作曲家だよねって我々が知らないのはなぜなのか、はい、これには理由があるんですよ。ハトポッポの歌、でポッポッポハトポッポ豆が欲しいか空やるぞ、そういう曲ですよね、1901年に滝蓮太郎が作ったハトポッポ、これまず聴いていただきましょう。ハトポッポハトポッポ、違う、やばい、全然違う、全然違う。さらに言えば雪やコンコン、雪やコンコン、はい、あられやコンコン、そうですよね、うん、やっぱみんな口ずさみますよね、はい、うん、その雪やコンコン滝蓮太郎が1901年に作った曲はこちらです。違いますよね。違う、じゃあなんだタイトルが似ている違う曲じゃないかって思うかもしれませんが、そうでもなさそうなんですよ。比較してみたいと思います。すごく似てません？似てる。ドア玉がポッポポッポで始まるあの曲運びで、実は今知ってる我々の方のハトポッポってタイトルハトポッポじゃないんですよ。ハトやな、ハトなんです。雪やコンコンでも似たような感じなんです。
左が雪やコンコン、右が雪。ただ歌詞のド頭の入り見てください、ほとんど同じ曲ですよ。左の滝廉太郎作曲の方が1901年、はい、右の曲が作られたのが1911年です。わ、10年後や。なんと10年後に歌詞とメロディーを少しだけ変えて、曲が作り直されてるんです。なんで、なんで滝廉太郎ふざけるな、これ俺の曲じゃないかってなるじゃないですか、そうならなかった、いやなれなかった。あ、滝廉太郎は書き換えられた数年前に23歳の若さで死んでるんです。誰や書き換えたやつ、誰だ作曲者の欄、今どうなってるのか見ましょう。左は東久米という方と滝廉太郎の2人で作ったものです、はい、それが10年後書き換えられた時には作詞作曲ともに不明とされてる。なんで、なぜなのか、そして滝廉太郎はなぜ死んだのか。いや死ん、え、そこも関係あんの。これそもそもなんですけれども、子供たちのために曲を作ろうっていう動きがある時あったんですよ、国がでしょ、国で、で文部省でですね、一生懸命子供たちのための曲っていうのを考えてたんです、偉い人たちが、ただその作った曲がどうしても堅苦しくて、なんかちょっとしっくりこなかったんですよね、心は竹くえ、幼稚園だったんかよこれをね、幼稚園児に歌わせようとしてたんですよ。物の太しも、これはピンときませんよね、子供たち、はい、こんなお偉いさんが作った曲受け付けなかったんですよ、そこへ現れたのが若き天才作曲家滝廉太郎、彼の作るポップな曲がどん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 評判を呼んでいく、そこでメンツを潰されたのは文部省なんですよ、ちょっとなんだ、我々の作った曲よりあんな若造が作った方がなんだか流行ってるんじゃないか、そうなったかどうか分かりません。ただ文部省は滝廉太郎という才能を日本から追い出すように単身ドイツに留学させるんです。あ、留学したんじゃなくて、留学しろって言って留学させる、国が、はい、留学先で滝廉太郎はなんとたった4ヶ月でその当時不治の病、結核にかかります、そして数年後その結核を原因に死んでしまうんです。そして滝廉太郎の残した楽譜は結核菌がついているかもしれないという理由で壊されます、さあ滝廉太郎がドイツへ行ったのは文部省が本当に追い出したのか、追い出した先で滝廉太郎が結核になったことすらも文部省の仕業なのか、それを確かめる術はもうありません、ただ滝廉太郎は我々にメッセージを残していた、滝廉太郎死ぬ前の最後の作品聞いていただきたいです、それまでポップな曲を作っていた滝廉太郎とは思えない非常に悲しい歌、この歌歌詞はありません、タイトルだけがあります。そのタイトルがこちら、立身弁に感じるの感、読めませんよね、これの読み方は、恨み、信じるか信じないかはあなた次第です。いやまずですね、皆さんに1枚の写真を見ていただきたいんですね。こちらです、はい、まあ、何の変哲もないマンゴーですよね、はい、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、その上でもう1枚ご覧いただきます。こちらは黄色いですね、パパイヤでしょうか。でも中身を見るとやっぱりこちらもマンゴーですよね、2枚比較してみましょう。皆さんがご存知のマンゴーは圧倒的に左の赤いマンゴーだと思います。それもそのはずなんですね、日本で生産されているマンゴーの9割以上はこの赤いマンゴーなんです、ただ世界的に一般にマンゴーというと実は右の黄色いマンゴーなんです。で左の赤いマンゴー、正式名称はアーウィンというんですね。聞いたことないですよね。ないないない。アーウィン、これ通称アップルマンゴーと呼ばれているんです、じゃあなぜ日本だけがこの赤いマンゴーを食べているのか、
答えはシンプルなんですよ。この赤いマンゴーなんと日本人が作ったんです。作った、はい、どんな農家さんが作ったのかなってイメージ膨らんでいくと思うんですよ、うん、まず農家さんが作ったんじゃないんですよ。これなんと作ったのがかの有名な電機メーカーシャープの元副社長なんです。その人物の名前が佐々木忠と言います。この佐々木がですねマンゴーを作ったのはシャープに入社するはるか前、高校生の時に卒業制作の研究過程として開発してしまったっていうんですよ。すごいでしょ。すごいすごい。一言で言うとこの人天才なんですよ。それじゃあそんな天才がシャープに入社したわけじゃないですか、はい、すごいもの作ってそうですよね、うん、作ってるんですよ。この人世界で初めて電卓作った人なんです。すごいですよね。電卓って聞くと、まあ、もしかしたら今の若い人はいや電卓ってたかが電卓じゃないとありふれてないって思うかもしれませんが、なんせすごいのはその当時の計算機ってこんな感じだったんです。でかい、バカでかいんですね。そんな時代にこの佐々木はですね電卓をコンパクトに作るんだと言ったもんですから相当みんなからバッシングされたみたいですね、うん、そんなことできるわけない、お前よくも言ったな、うん、このホラ吹き野郎と、うん、その当時のあだ名がホラ吹き佐々木だったっていうんですね。ただそんなヤジを跳ねのけて佐々木はついに電卓を完成させた。つまりこの佐々木という人物は伝説の開発者だったんですね。ただこの佐々木の伝説はそこで終わらないんですよ。佐々木はその後に副社長になったんですね。その副社長になった時に若干二十歳の若者が佐々木を訪ねてくるんです、うん、その二十歳の若者は新しいビジネスのアイデアがあるんです。ただ斬新すぎて他の会社では門前払いを食らってしまいました。だから佐々木さんあなたはどうか話を聞いてください。そんな若者だったんです。どんなアイデアだったかと言いますと、それが電子翻訳機というアイデアです。今でこそスマホのアプリとかで普及してきましたよね、はい、でもこれはるか40年前の話ですよ。そんなこと誰も思いつかない時代の話です。そんな時に佐々木は先見の目ありますから、あこの若者見どころあるぞ、これ面白い話じゃないかということで大胆にもですねその二十歳の若造にですよ、その当時でいう1億円ポンと渡したんです。そしてそのアイディア買ったと言ってシャープで商品化してしまった。それがこちら IQ3000、 これは世界で初めてのポータブル翻訳機なんですよ。そうやって世界初の発明をすごい決断力で生み出し続けた伝説の天才。ただこの話聞くとあれ？じゃあその1億円もらった若者ってその後どうなったのかなっていうのも気になっちゃいますよね。その若者1億円を元手に会社を起こして大成功しました。それが後のこちら孫正義。は数々の発明を作りましたが、一人の天才経営者も作り出してたんですよ。でもそれって天才がたまたま出会っただけじゃない、天才同士だからって思うかもしれませんね。ただそうとは限らないんですよ。この佐々木忠はもう一人天才にすごい力を与えた翻訳機、はい、それが話題を呼んでですね、とある天才がその佐々木のもとに訪ねてきたんですよ。その天才こそがこちら、ジョブズが熱心に会いたいと言ってついに面会がセッティングされました。そしてですね佐々木さんに聞いたんですね、佐々木さんあなた素晴らしい発明をたくさん残してる、あなたのビジネスのルーツは何ですかって聞いたらしいんですよ。そしたら佐々木はこう答えたんですね、僕のビジネスのルーツはアップルマンゴーなんですよと。ここでアップルマンゴーが出てくるんですね。これはすごい発明だった。なぜならリンゴとマンゴーですよね。リンゴは北国のものです、マンゴーは南国のものです、はい、それを掛け合わせる大変な作業だったらしいんですよ。でもリンゴとマンゴーを掛け合わせたことで圧倒的なものが生まれた。つまり真逆のものを組み合わせて新しいものを作る、これがビジネスだよ。
これを言ったんですね。ジョブズさん相当感動したそうなんですよ。はあ、素晴らしい話ですねと。そして佐々木さん、うちの会社アップルって言うんですよと。もしかしたら我が社もいつかマンゴーとなる何かを見つけなきゃいけないかもしれませんね。そんな話をして2人は別れたそうです。そして数年後、アップル社は画期的な商品を発表します。それがこちら、 iPod です。iPod はその操作性やデータで音楽を聴くという革新性、それもさることながら何が素晴らしかったって、ライバル会社であるマイクロソフトの Windows でも使えるようにしたってことなんですよ。普通なら自分の会社のパソコン売りたいですよね。これだけ画期的な商品ですから、Mac でしか使えないよ、 Apple のパソコンでしか使えないと言えばパソコンも売れたはずなんですよ、うん、でもここはということで Windows でも使えるようにした。そのことによってジョブズは世界を制したんです。これはまさに Apple がマンゴーを見つけた瞬間とも言われてるんですね。なるほど。さあ皆さん思い出してください。佐々木忠は Apple マンゴーを日本に与えました。そして翻訳機や電卓も与えた。孫正義にはビジネスのチャンスを与えた。そしてスティーブ・ジョブズには勇気を与えた。この大きな歴史のうねりの中で一人の天才日本人は確かに存在したんですね。そんな天才佐々木、なんとまだ生きてるんですよ。なんと御年101歳です。バリバリに元気なんですね。すごいな。最近インタビュー受けました。インタビュアーがこんなことを聞いたそうなんですよ。佐々木さん、今の夢は何ですかって面白いこと聞きますよね。佐々木さんこう言ったんですよ。私の夢は120歳まで生きることです。かっこいいですよね。素晴らしいじゃないですか。記者はそれを聞いて笑いながら言うわけですよ。佐々木さん、それすごいですけど、そんなことできるんですかって、うん、そしたら佐々木さんはまっすぐな目でこう答えたんです。その方法と理論、もう僕の頭の中にあるんです。マジで？こう豪語したって言うんですよ。さあ皆さん、今の佐々木さんをかつてのようにホラ吹きと笑いますか、それとももう一度新しい夢を人類に見せてくれると思いますか。信じるか信じないかはあなた次第です。徳川の将軍っていうとやはり15代吉信で終わったというふうに皆さん習ったと思うんですよ、はい、ただ今回はその幻の16代将軍についてお話したいと思うんですよ、はい、その16代将軍は16代将軍になるはずだったのになれなかったということで、周りの人から16代様と呼ばれて人生を過ごした人なんです。へー。そんな幻の16代様というのがこちらの方です。皆さんご存知ないと思うんですけれども、この家里という人、実はですね、慶喜よりも前に15代将軍になるはずだった人なんです。家持ちが14代目なんですけれども、はい、非常に近いのが家里、うん、もっと遠いのが慶喜なんですね。慶喜一番遠いね、はい、ですが慶喜の方が将軍になった。なぜかと言いますと、家持ちが死んだ時に家里はまだ3歳だったんです、うん、で幼いのでまずとりあえず慶喜にさせといて、大人になったら家里に渡そうと、そういう魂胆だったんですが、そうはならなかった、うん、というのを皆さんご存知の通り大政奉還が行われて明治政府に政権を明け渡したんですね、はい、そのことによって慶喜は大政奉還をした最後の将軍ということで歴史に名を残しましたが、家里はなるはずだった手前でなれずに、しかもこのように歴史から消えているんですよ。まさに悲劇の人物なんですね。ただその家里の悲劇はまだ始まりに過ぎなかったんです。その後徳川家がどうなったかと言いますと、明治以降も家が取り潰されることはなく一貴族として存続がするんです。その上で家里はその後も歴史に名を残そうと力をね、こう蓄えて政治家になるんですよ、うん、そして30代になって大きなチャンスがやってくるんです、うん、それが初代東京市長。東京市長というのは今でいう東京都知事なんです、うん、東京都知事にもし家里がなればどういうことか、あの江戸を治めていた徳川が再び
収めるんだと、ここで歴史に名を残せる、そう思って家里はですね内定直前まで行ったんです、ところがですよ、徳川家のその当時のお目付け役だった勝海舟の反対にあるんです。勝海舟からすればですね、徳川がもう一度世に出るのならば国を背負ってほしい、江戸だけで満足してほしくない家里まだだということで強引に押し切られて泣く泣く辞退したんです。ここでも歴史に名を残すチャンスを失うんですね、そこからまた悔しい思いを重ねて20年50代になった家里がもう一度チャンスが訪れるんです、今度は総理大臣です。時の山本権兵衛内閣がスキャンダルで急遽潰れてしまうんですね、でどうにか次の候補を探さなきゃということで、家柄人柄ともに良いということで陛下からご指名があったのが徳川家里なんです。ここぞまさに勝海舟の遺言通り国家を背負うんだと思った家里なんですが、また反対に遭う、今度は勝海舟じゃなく、徳川一族です。勝海舟はもうその時この世にいないんですね、徳川一族はもう一度政治のトップに立って失敗したら徳川家はもう立場がないと非常にネガティブになってたんですね。その徳川一族の反対になってまたもや泣く泣くチャンスを奪われるんです。何度も何度も歴史に名を残せない、そんな家里がですね、人生の終わり際にもう一度チャンス来るんですよ。それがオリンピックです、東京でオリンピックが開催されることが決まるんですね。それを成功させるということで東京オリンピック組織委員会というのが組まれるんですが、そこの委員長に就任するんです。これをもし成功させればアジア初のオリンピック、それの立役者ということで必ず国際的に名を残すと思われたんですが、これも頓挫します。オリンピックが中止するんです。東京オリンピック中止してないよと思いですよね。ですが皆さんがご存知の東京オリンピックというのは1964年の東京オリンピック、今私が話しているのは1940年、それより24年前に開催されるはずだった幻の東京オリンピックなんです。そのオリンピックがなぜ中止されたか、それは誰の反対でもありません、戦争なんです。日本と中国との日中戦争が始まり、そこから日本は第二次世界大戦に巻き込まれていくんですね。そしてあろうことか開催される予定だった1940年に家里は病でこの世を去るんです。将軍になれず、都知事になれず、総理になれず、オリンピックも開催できなかった、その家里の無念、それをさらに追い打ちをかけるかのように家里の死後ですよ、急速に徳川家は力を失いまして、家里が住んでいた広大な徳川家の敷地が、国によって買収されちゃうんです、家里はもう全てを死後失ってしまう、そして実はですね、その奪われた広大な土地というのが、今の東京でいう千駄ヶ谷なんですよ。千駄ヶ谷では今何が行われているか、そう、次の2020年に向けて東京オリンピックのメイン会場である新国立競技場が建設されようとしてるんです。全ての夢を奪われて土地も奪われた、あの因縁の家里の持っていた場所で次のオリンピックのメイン会場が建設されてる。さあ果たして皆さん、2020年の東京オリンピック無事に開催されるのでしょうか、それとも家里の怨念がそれを阻む。徳川の将軍っていうとやはり15代慶喜で終わったというふうに皆さん習ったと思うんですよ、ただ今回はその幻の16代将軍についてお話したいと思うんですよ、その16代将軍は16代将軍になるはずだったのになれなかったということで、周りの人から16代様と呼ばれて人生を過ごした人なんです。そんな幻の16代様というのがこちらの方です。皆さんご存知ないと思うんですけれども、この家里という人、実はですね慶喜よりも前に15代将軍になるはずだった人なんです。家持ちが14代目なんですけれども、非常に近いのが家里、もっと遠いのが慶喜なんですね。慶喜一番遠いね。ですが慶喜の方が将軍になった、なぜかと言いますと
家持ちが死んだ時に家里はまだ3歳だったんです、うん、で幼いのでまずとりあえず慶喜にさせといて大人になったら家里に渡そうとそういう魂胆だったんですがそうはならなかった、うん、というのを皆さんご存知の通り大政奉還が行われて明治政府に政権を明け渡したんですね、はい、そのことによって慶喜は大政奉還をした最後の将軍ということで歴史に名を残しましたが、うん、家里はなるはずだった手前でなれずにしかもこのように歴史から消えているんですよ。まさに悲劇の人物なんですね。ただその家里の悲劇はまだ始まりに過ぎなかったんです。その後徳川家がどうなったかといいますと明治以降も家が取り潰されることはなく一貴族として存続するんです。その上で家里はその後も歴史に名を残そうと力をねこう蓄えて政治家になるんですよ、うんうん、そして30代になって大きなチャンスがやってくるんです、うん、それが初代東京市長。あ、東京市長というのは今でいう東京都知事なんです、うんうんうん、東京都知事にもし家里がなればどういうことか。あの江戸を治めていた徳川が再び江戸を治めるんだと、ここで歴史に名を残せ、うん、そう思って家里はですね内定直前まで行ったんです、うん、ところがですよ徳川家のその当時のお目付け役だった勝海舟の反対にあるんです。勝海舟からすればですね徳川がもう一度世に出るのならば国を背負ってほしい、江戸だけで満足してほしくない、家里まだだということで強引に押し切られて泣く泣く辞退したんです。ここでも歴史に名を残すチャンスを失うんですね、うんうん、そこからまた悔しい思いを重ねあの徳川の将軍っていうとやはり15代慶喜で終わったというふうに皆さん習ったと思うんですよ、はい、ただ今回はその幻の16代将軍についてお話したいと思うんですよ、はい、その16代将軍は16代将軍になるはずだったのになれなかったということで周りの人から16代様と呼ばれて人生を過ごした人なんです。へー、そんな幻の16代様というのがこちらの方です。皆さんご存知ないと思うんですけれども、この家里という人実はですね慶喜よりも前に15代将軍になるはずだった人なんです。家持ちが14代目なんですけれども、はい、非常に近いのが家里、うん、もっと遠いのが慶喜なんですね。慶喜一番遠いね、はい、ですが慶喜の方が将軍になった。なぜかと言いますと家持ちが死んだ時に家里はまだ3歳だったんです、うん、で幼いのでまずとりあえず慶喜にさせといて大人になったら家里に渡そうとそういう魂胆だったんですがそうはならなかった、うん、というのを皆さんご存知の通り大政奉還が行われて明治政府に政権を明け渡したんですね、はい、そのことによって慶喜は大政奉還をした最後の将軍ということで歴史に名を残しましたが、うんうん、家里はなるはずだった権兵衛内閣がスキャンダルで急遽潰れてしまうんですね、うん、でどうにか次の候補を探さなきゃということで、うん、家柄人柄ともに良いということで陛下からご指名があったのが徳川家里なんです、うん、ここぞまさに勝海舟の遺言通り国家を背負うんだと思った家里なんですがまた反対に遭う、うん、今度は勝海舟じゃなく、うん、徳川一族です。勝海舟はもうその時この世にいないんですね、うん、徳川一族はもう一度政治のトップに立って失敗したら徳川家はもう立場がないと非常にネガティブになってたんですね。その徳川一族の反対になってまたもや泣く泣くチャンスを奪われるんです。何度も何度も歴史に名を残せない、うん、そんな家里がですね、うん、人生の終わり際にもう一度チャンス来るんですよ、それがオリンピックです、はい、東京でオリンピックが開催されることが決まるんですね。それを成功させるということで東京オリンピック組織委員会というのが組まれるんですが、はい、そこの委員長に就任するんです。おこれをもし成功させればアジア初のオリンピック、うん、それの立役者ということで必ず国際的に名を残すと思われたんですがこれも頓挫します。いや、オリンピックが中止するんです。東京オリンピック中止してないよと思いですよね。ですが皆さんがご存知の東京オリンピックというのは1964年の東京オリンピック、今私が話しているのは1904次のオリンピックのメイン会場が建設されている。さあ果たして皆さん2020年の東京オリンピック無事に開催されるのでしょうか、それとも家里の怨念がそれを払うのか。
徳川の将軍っていうとやはり15代慶喜で終わったというふうに皆さん習ったと思うんですよ、はい、ただ今回はその幻の16代将軍についてお話したいと思うんですよ、はい、その16代将軍は16代将軍になるはずだったのになれなかったということで、周りの人から16代様と呼ばれて人生を過ごした人なんです。へー、そんな幻の16代様というのがこちらの方です。皆さんご存知ないと思うんですけれども、この家里という人、実はですね、慶喜よりも前に15代将軍になるはずだった人なんです。家持ちが14代目なんですけれども、はい、非常に近いのが家里、うん、もっと遠いのが慶喜なんですね。慶喜一番遠いね、はい、ですが慶喜の方が将軍になった。なぜかと言いますと、家持ちが死んだ時に家里はまだ3歳だったんです、うん、なるほど、で幼いのでまずとりあえず慶喜にさせといて、大人になったら家里に渡そうと、そういう魂胆だったんですが、そうはならない、手前でなれずに、しかもこのように歴史から消えているんですよ。まさに悲劇の人物なんですね。ただその家里の悲劇はまだ始まりに過ぎなかったんです。その後徳川家がどうなったかと言いますと、明治以降も家が取り潰されることはなく一貴族として存続するんです。その上で家里はその後も歴史に名を残そうと力をね、こう蓄えて政治家になるんですよ、うん、そして30代になって大きなチャンスがやってくるんです、うん、それが初代東京市長。東京市長というのは今でいう東京都知事なんです、うん、東京都知事にもし家里がなればどういうことか、あの江戸を治めていた徳川が再び江戸を治めるんだと、ここで歴史に名を残せる、そう思って家里はですね、内定直前まで行ったんです。ところがですよ、徳川家のその当時のお目付け役だった勝海舟の反対にあるんです。勝海舟からすればですね、徳川がもう一度世に出るのならば国を背負ってほしい、江戸だけで満足してほしくない家里まだだということで、強引に押し切られて泣く泣く辞退したんです。ここでも歴史に名を残すチャンスを失うんですね、うんうん、そこからまた悔しい思いを重ねて20年、50代になった家里がもう一度チャンスが訪れるんです、うんうん、今度は総理大臣です。時の山本50年、それより24年前に開催されるはずだった幻の東京オリンピックなんです。そのオリンピックがなぜ中止されたか、それは誰の反対でもありません、戦争なんです。日本と中国との日中戦争が始まり、そこから日本は第二次世界大戦に巻き込まれていくんですね、はい、そしてあろうことか開催される予定だった1940年に家里は病でこの世を去るんです。将軍になれず、都知事になれず、総理になれず、オリンピックも開催できなかった、その家里の無念、はい、それをさらに追い打ちをかけるかのように家里の死後ですよ、はい、急速に徳川家は力を失いまして、うん、家里が住んでいた広大な徳川家の敷地が、うん、国によって買収されちゃうんです、うん、家里はもう全てを死後失ってしまう、うん、そして実はですね、うん、その奪われた広大な土地というのが、はい、今の東京でいう千駄ヶ谷なんですよ。千駄ヶ谷では今何が行われているか、そう、次の2020年に向けて東京オリンピックのメイン会場である新国立競技場が建設されようとしてるんです。全ての夢を奪われて土地も奪われた、あの因縁の家里の持っていた場所で、まあ、エヴァンゲリオンがなぜヒットしたのかという理由に迫りたいと思うんですよ。一般的には知られてない2つの理由、今回はそれをお話したいです。マジで、はい、じゃあまず1つ目なんですけども、まずはそれストーリーなんですよね、はい、主人公がですね、まあ、子供なわけですよね。使徒と戦う組織のトップである父親に呼ばれて、お前はこれに乗りなさいと急に言われて、嫌だ嫌だと言いながらも逃げちゃダメだということで自分を奮起させて、何かわからないものと強制的に戦わされる、でこの構図がですよ、うん、あることとシンクロしてるからヒットしたんです。それ何かというと、それが思春期なんですよ、うん、親に言われましたよね、勉強しなさい、なんで勉強しなきゃいけないの、いい会社に入りなさい、なんで会社で働かなきゃいけないの、そう、分からないけどとにかくやらなきゃダメなのよ、
逃げちゃダメだ逃げちゃダメだで受験勉強そして就職っていう風に社会と立ち向かう子供の精神構図がエヴァンゲリオンのストーリーの構図と全く一緒なんです。気づかずに見てたけどなんかしっくりくんねえ、はい、だからこそパイロットの年齢は14歳という思春期真っただ、はいはい、そういう心を持つ子供たちにヒットしたから、うん、じゃあ大人たちも見てたじゃないかって思うと思うんですけども、はい、すごく引きつけられた大人たちはその心をまだ持ったままの大人たちなんですよ。あれ見た見たその当時いろいろ増えてましてニートとかオタクとかそういう言葉が増えたのもその頃なんですよ。誰がニートやそういう気持ちが残ってるんですよ。子供の気持ち、子供の気、その気持ち、思春期の時の気持ちが、が色濃く残ってる、悩んだりしてる葛藤のある人たちを取り込んでったんですね。じゃあもう一つは何か、それはエヴァンゲリオンの声優さんたちの演技に関わることなんですよ、はい、エヴァンゲリオンっていうものの、まあ、ロボットだって皆さん思ってて、その実はロボットじゃないんで す, そ, です、ね、そこが難しいんですよね。その動かし方がエヴァンゲリオンっていうのはこの脳ですよね、うん、脳で歩こうって自分が思ったらエヴァンゲリオンの足が歩いて、で腕上がれって思ったら上がる、だから自分の体を操縦するようにエヴァンゲリオンを操縦する、うん、そんなパイロットの演技ってすごく難しいんですよね。だからこそその庵野監督はすごく声優さんへのダメ出しが厳しいんですよ。だからすごく現場はピリピリしててすごくシビアなんですけど、そこでです、主人公の声優さんである尾形さんと僕仲がいいので、はいはいはい、直接ここからは聞いて話す、はい、その主人公が操縦するエヴァンゲリオンがバッと出た瞬間にその使徒がレーザー光線のようなものを放って、うん、胸がダーッとただれてしまうっていう、その主人公がうわーって熱い熱いと叫ぶシーン、そのシーンなんと尾形さんは珍しいことに一発 OK を出したんですね、はい、まあ、帰って寝まして翌日目を覚ましたら胸がすごい痛い、うん、激痛が走ってなんだなんだと思って病院に行くんですね、うん、検査し終わったら病院のお医者さんが、尾形さん昨日何がありましたって言われて、いやいや、まあ、アフレコをね普通にしただけですけど、いやこれねよくわからないんですけれども胸の内側が火傷してるんです。なんとそのアフレコの瞬間まさに尾形さんと碇シンジのシンクロ率が 100% だったんですよ。言うたらその同じような気持ちでその燃えてるような感覚を想像して想像して演技したら、なんと本当に焼けてしまった。内側が燃えたという、内側が燃えた、脳みそが強く思い込んだわけや、もう熱いっていう、熱いんだ熱いんだって思い込んだ、そういう風になってしまった、すごいね、尾形さんと碇シンジのシンクロです。そういうシンクロと見ている人たちのシンクロ、この2つのシンクロが国民にエヴァンゲリオンというアニメをシンクロさせることでヒットしたんだということでございます。はあ、信じるか信じないかはあなた次第です。いや気持ちってすごいですね。でも役者さんでもそういうやっぱ熱演というか、いや大竹しのぶさんが白血病の役をやった時にうんってやったら血出たんですよ。シンクロや。私の友達さ、はい、男の子なんだけど、この間想像妊娠したの。男でですか。本当になんかその思い詰めてたらっていうか、うわーってすごいパーンって荒れてる、もちろん中には何もないんですよ。そんなベビーももちろんいない、もちろんいない、お腹が膨らんだ。そう、妊娠したい、この子の子を宿したいっていう気持ちが、うんうん、すごいよね。すごいですね、人間ってやっぱすごいですね。今年戦後70年の節目の年ということで大きく話題になったと思うんですけれども、そんな戦後の70年の日本を引っ張ってきたのは誰なのかという話になると、まあそれはやっぱり政治のトップである総理大臣だという話になってくると思うんですけれども、そこで皆さんこんなことを考えたことないでしょうか。総理大臣の裏にもっと大きな力を持つ実力者がいるんじゃないかなんて想像。要は黒幕みたいな昔からあるじゃないですか、はい、漫画映画なんかでよく描かれるテーマですよね、うん、ただこれがどうやらフィクションじゃないかもしれないというお話があるんです、はい、まあ、昭和の総理大臣有名なところで言うと例えば吉田茂とか岸信介とかあと佐藤栄作なんかいろいろと思い浮かぶと思うんですけれども、うん、調べてみるとその各総理にですねどうやらそういう人物がいたと。あ、各総理にそれぞれの人物がいた。それがですねどうやらただ一人の人物だったんです。
これは誰なのかと、うん、それがこの人物です。安岡正弘という人物ですね。古代中国の古い学問に精通している、はい、いわゆる天才と言われる頭の切れる人物だったそうですね。幼少の頃からその輝きを発揮しておりまして、神童と呼ばれながら育ち、今でいう東京大学にですね、首席で入学します。そして卒業後すぐに官僚になって国を動かそうというふうになるんですが、そこにすぐに見限りをつけて辞めまして、自分で塾を開いて日本の指導者を育成することを生業にしている。じゃあ佐藤栄作総理とどういう関係だったのかと、はい、佐藤栄作総理といえば、沖縄返還を実現し、後にノーベル平和賞を受賞する、うん、そんな沖縄返還に際してですね、アメリカとの交渉が必要だったんですね。時の大統領はかの有名なジョン・ F ・ケネディ。やはり敗戦国日本相手ということで舐められていたんですね。日本との会談時間はたったの10分。その佐藤栄作にこんな言葉を送ったんですね。戦いに勝つては壮麗をもってこれによる。これどういう意味なのか気になりますね、はい、戦勝国は敗戦国に対して侮るのではなく、喪に服するように敬意を持って接しなさいと。これ中国の古い教えなんですよ、はい、これをそっくりそのままケネディに言えば必ずケネディは食いつくぞと、これ佐藤栄作そのまま言ったんです、うん、それをケネディはですね、何そんな言葉を知ってるのかと、まず佐藤栄作を一目置いてみるんですね、うん、その上でこの言葉もう少し聞かせてくれよと深く深く話を聞いたら盛り上がり盛り上がりまして、当初予定した10分がなんと蓋を開けたら3時間を超えていたらしいんです。はー、すげえ。そうやって大統領との関係を築くことに成功した佐藤栄作が後に沖縄返還を実現してノーベル平和賞を受賞したということは、その受賞、その功績は安岡のものといっても過言ではないですよね。だったら不思議になってきますよね、なんで我々は安岡正弘を知らないのか。その秘密の鍵も実は安岡が握ってるんですよ。安岡はですね、古代中国の教えを噛み砕いてこんな言葉を残してるんです。有名無力、無名有力。これはですね、有名になればなるほど注目されしがらみができるので力を発揮しづらくなる、逆に無名であり続ければ影から力を発揮し続けられるだろうと。つまり我々が安岡の名前を知らないのは安岡の意図するところだと。じゃあいつからそんな影にいたんだろう。実は戦後の日本の始まりとともにもう裏にいたっていう話がある。戦後の日本の始まりというと、やはり戦争が終わった瞬間というと、やはり天皇陛下が国民に対して戦争が終わりましたと告げた、いわゆる玉音放送というラジオ放送ですよね。その音源が最近公開されたことでも話題になったんですけども、その玉音放送、もちろん陛下は原稿を読みになってるんですが、その原稿の作成に安岡が関わっていたと言われているんです。戦後の日本の始まりの瞬間にはもうその後ろに安岡がいたらしいんです。じゃあいつまでいたのか。安岡がこの世を去るのは昭和58年、享年85歳でした。昭和58年といえばもう昭和の終わり際です、ね、日本の未来は俺が死んだ後も平和であり続けてほしいと常々周りに言ってたそうなんです、そしてそんな安岡が死んだ後も日本に影響を与え続けていると証明するものがこちらです。これは平成という元号ですが、これこそまさに安岡が死の直前に提案したものなんです。安岡が最後に日本に残したものは、平和が成立する時代であってほしい、つまり平成、その願いを最後に残してた。つまり我々はその安岡の影響している元号の下で今も生きている。だとしたら安岡の後継者はきっといるはずですよ ね、 そ、 うね、その後継者はきっと安岡の教えを受け継いでいるもののはずですよね、安岡の教えって何ですか。有名無力、無名有力、そうです。今日もその後継者は我々の知らないところで日本を動かし続けているに違いありません。信じるか信じないかはあなた次第です。この人は玉音放送の倉庫にも立ち会うような人なので、
戦前戦中にももちろん頭角を現してるんですよ、はいはい、でいてだから当時の戦争をやってる時の日本の政治家の人たちもかなり影響を受けてるんですよ、はいはい、だから GHQ アメリカは戦争が終わった時に彼を戦犯にしたいんです、裁きたいんですよ、はい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 、彼だって戦争を指導した人の一人というふうに取れるだろうということで、はいはいはい、彼を追い込もうとするんです、はい、だけど彼をねかばった人がいるんです。誰ですか？要は GHQ は戦争は日本が悪かったってするための裁判じゃないですか、はい、日本が責任取れよ、はい、東京裁判、日本にこんなことされたんだ、はい、特にその頃中華民国中国は、うん、南京大虐殺の話を少しでも大きくしたいし、うん、はい、少しでも日本が悪かったって言わせたい、うん、はい、けどこの時の中国の蒋介石だけは、はい、彼とすでに交流があって、GHQ に対して、はい、彼ほどの素晴らしい人物を戦犯にしてはいけないって説得をするんですよ。今の話が一個乗っかってたら、いやいや、すごい、いや、すごい、ね、うん、決まり方でしたけど ね、 ね、だから不利やな、あっちゃんの話がええ不利になったよ、ええ、不利ありがとう、いや聞こえへんね、さっきから最近もすごいなとやっぱり思うのはコンピューターの進化とか IT の進化ですよね、うん、まあ、それによって劇的に生活が豊かになってるなって実感あると思うんですが、はい、ただその一方でいつかもしかしたら人間がコンピューターに支配されちゃうんじゃないかなって不安も少しありますよね、うん、でそんな不安がよく SF で描かれてる、ある、ただその SF の世界がもしかしたらもう現実なのかもしれないんですよ。その一例がですね、まあ、チェスですよね、うん、皆さんご存知あのボードゲームチェス、うん、そのチェスの世界ではもうほぼ人間はコンピューターに勝てないという状況になってる、言うよね、ちょっと怖いですよね、うん、ただチェスはそうなんですが日本の将棋はそうじゃないんです。人間とコンピューターとの戦い、これ電王戦と、銘打たれましてプロ同士で行われてるんですよ、うん、ただですねまだコンピューターが人間に勝ちきれてないんですね。なぜかと言いますと、それは将棋には相手の駒を取ってそれを自分の駒として使えるというルールがあるんです。なるほど、それがチェスよりちょっと複雑なんですね。だから人間がまだ強い。ただそんな日本の誇りでもある将棋が戦後間もなくなくなっていたかもしれないっていう話があるんです。しかもその裏には GHQ が絡んでる。なんでよ、これどういうことかと言いますと、 GHQ は戦後日本という国をもう二度と歯向かえない国にしようと、うん、軍国主義的な要素を一切排除しようとしたんですよ、うん、その中で目をつけられたのが将棋なんです。なんでボードゲームをって思うかもしれませんが、将棋は戦国時代から戦の練習なんかに使われて、うん、軍事と密接な関わりがあったんです、うん、その中で GHQ が将棋に目をつけた。そして GHQ はこう言ったんです、日本から将棋をなくせと。おうおう、で日本の当時の将棋界震え上がったんです、うんうん、なんとか存続させなければいけないと、うん、そして GHQ との交渉役に一人の騎士を送り込んだんです。お、その男の名前が増田幸三。お、伝説の、はいはいはい、これご存知の方もいるかもしれませんが、将棋史上に残る伝説の天才なんです。増田はまだ無名の時に時の名人に3戦ストレート勝ちしてるんです。その後に名人なんて肩書きはゴミみたいなもんだなって言ってのけるような豪快な男なんですよ。そして我々もよく知っているあの羽生善治名人、はい、あの名人が歴史上全ての人物で一番将棋を打ってみたい人物は誰ですかと言われたところ、真っ先に名前を挙げたのはこの増田だったんです。その天才増田を GHQ で待ち構えていたのは GHQ のナンバー2、あのマッカーサー総帥の右腕とも言われたホイットニー将校という人物です。このホイットニー将校、現在の日本国憲法の元を作ったとも言われる相当な切れ者です。昭和22年の日比谷 GHQ 本部で日本将棋界ナンバーワンとアメリカ GHQ のナンバーツーの将棋の運命をかけた世紀の頭脳戦が繰り広げられたんです。ほう、このホイットニーが先手を取りました。まず増田にこう切り出したんですよ。おい増田、お前んとこの将棋は取った相手の駒を自分の駒として使うらしいな、はいはい、これは戦争でいうところの
捕虜の虐待に当たるんじゃないか、非人道的な行為でけしからん、今すぐ日本から将棋をなくせ、こう言ってきたんです、それに対して増田はこう切り返しました。なんということを言ってるんだ、取った相手の駒を自分の駒として使うということは優秀な人材に働き場所を与えてるんじゃないか、しかも金は金、飛車は飛車、同じ階級で使っている、これ以上人道的なことがあるか、それに控えてお前のところのチェスはどうだ、取った駒を使いもせずに捨てるだろう、それは戦争でいうところの捕虜の虐殺に当たるんだ、それをどう考えてる、お、完璧な切り返しなんだ。それにホイットニーは一瞬ひるみます、ところがホイットニーも切り札持ったんです。おい増田、我々は情報を掴んでるんだ、戦時中に日本の将棋の名人が軍部に戦術的指導をしていたらしいじゃないか、つまり日本の軍部が間違った方向に突き進んだのは日本の将棋とその名人のせいじゃないのか、将棋の悪影響は確かにあった、今すぐ日本から将棋をなくせ、これには増田もさすがに追い込まれました、その情報事実だったんですよ。ここで増田は大胆にも思える起死回生の一手を打ったんです、なるほど、その情報は俺も確かに知っている、ただな、よくよく考えてみろ、その名人が軍部に指導をしたから日本は負けてお前らが勝ったんじゃないか、俺がもし指導してたらお前ら負けてるぞ、お前らは将棋とその名人に感謝しろ、まあ大胆な話のすり替えではあるんですが、その時ホイットニーは何も反論できなかった、そこからはもう増田のペースでした、日本がいかに素晴らしいか、将棋がいかに素晴らしいか説いた上で、最終的には日本の将棋の精神からお前らは政治を学べと言って説教をして GHQ を出たんです。増田の勝ちでした、日本の将棋は守られたんです。そしてその説教が功を奏したのか、当時全員処刑されると目されていた日本の戦犯や捕虜、その一部を GHQ 釈放したんです。取った駒に働き場所を与えろ、なるほど、その釈放された人物の中に岸信介という男がいました、その男は後に総理大臣になりました、そしてその岸信介の孫が現在の日本の総理大臣です、そう、安倍晋三総理なんです。つまりあの時増田が GHQ で負けていたら日本から将棋がなくなっていただけではなく、その後の戦後の日本の政治そのものが大きく様変わりしていたかもしれない、そんな恩義を知ってか知らずか安倍総理は将棋の普及に非常に熱心です。学校教育にも将棋を取り入れようという活動もしています。そして最初にご紹介したあの電王戦開会式、安倍総理出席しています。ほんまや、ほんまや、本当だ。そんな日本の現在の未来すらも読んで、もしかしたら増田はあの夏大胆な一手に出たのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。いやまあ、今年あの日本は戦後70年という非常に節目の年を迎えてるんですけども、その70年の戦後の日本経済牽引してきたのはやはり日本企業の経営者だと思うんですね。まあ非常に有名な経営者の方ってたくさんいるじゃないですか、はい、例えば松下幸之助であるとか本田宗一郎であるとか、まあ最近で言うと孫正義社長、非常に有名ですよね。ただ我々の知らない天才経営者がかつていたというお話があるんですね。はい、その人物がこちらなんです。藤田伝、ご存知の方もいらっしゃいますが、そうじゃない方も多いと思いますね。ただこの人の会社は皆さんご存知です。その会社の名前が日本マクドナルドです。はあ、まあ、今でこそ超有名企業ですけれども、その当時アメリカからハンバーガーを持ってくるというのは反対の声の方が大きかったんですね。日本でハンバーガーなんて流行んない、絶対失敗するなんていう声が多かった。それを跳ねのけて大成功を収め、後にハンバーガー王とまで称されるほどの成功に至った、はい、この藤田伝のその成功の裏にはですね、とある法則があったと。何でしょう、言うんですね。藤田伝生まれは大阪なんですけれども、東京大学に入るんですね。で東京大学在学中にあの GHQ で通訳のバイトをするんですよ。そこでとある人々に出会うんですね、はい、
ユダヤ人です。商売の天才なんていうふうにも言われてるんですよ。現にグーグル、フェイスブック、スターバックスといった世界をリードする会社の創業者っていうのはみんなユダヤ人なんです。ユダヤ人はとにかく商売と数字に強いんですね。皆さん数字と言いますと1、2、3よくね、はい、使う数字があると思いますけども、はいはい、まあ、その数字がなぜあの形をしてるのかって考えたことある人いますかね。はい考えたこともないよと、昔からそうだからそうなんだろうっていう人多いと思うんですけれども、うん、実はこれね理由があるらしいんですよ。実はですね、この数字はですね元々の形原型というのがありまして、それちょっとご覧いただきたいんですね。ちょっと角張ってますよね、1、2、3、4、5、6、まあ、ちょっとずつ違うんですが今の形の元になったというのは分かりますね。分かる。ただこれだけではなぜこの形になったのかは皆さん分からないと思いますので、分からん、目印をつけさせていただきます。何これ、さあ分かりましたでしょうか。そうですね、1には1つ、2には2つ、3には3つ、そう、つまりこれは角度の数なんです。自然とそういう形になったのではなく、この数字は意味を持ってデザインされた形であった。まあ、日本では教わらないし知らない人の方が多いですよね、うん、ところがこういうことを大事にしているんですよ、うん、つまり我々とは次元の違う深いレベルで数字と関わってきた。そんなユダヤ人が導き出した究極の数字に関わる法則、うん、それがですね78対22の法則っていうんですね。何それ。それを別名ユダヤの法則というんですけども、はい、78と22足すと100ですよね、はい、うん、一つの物事が 78% と 22% に分かれる。多くの重要な出来事がその比率になっているっていう法則なんですよ。大きい話をしましょう。地球、大気に含まれる最も大きな成分が窒素です、うん、窒素は大気の 78%、 それ以外の成分が 22%。 なるほど、まあ、この割合が今の自然環境を保つのに一番適正だと言われています。そして今度は人体見てみましょう。人体の中で言いますと善玉菌が 78%、悪玉菌が 22%、この割合が崩れると体調を崩すって言われてるんです。本当、で今度は経済を見てみます。経済でいきますと富裕層が保有している資産 78%、一般大衆が保有している資産が 22%、そのどちらをターゲットにするかでビジネスのやり方が変わってくるって言われてるんですね。つまりあらゆることが78対22、それを巧みに利用することができれば大きな成果を上げることができる、うん、それを利用したのがまさしく藤田伝だ。ではどこで利用していたのかですよね。そうや、うん、なんとこんなところで利用していました。産休セット、あ、なるほど、知ってる方は多いと思うんですけれども、昔非常に評判になったんですね。産休というありがとうという、ね、はいはい、まあ、耳なじみのいいキャッチーなメニュー名と390円という非常に安い価格で、うん、国民を虜にしたメニューなんですけれども、これねありがとうっていうことと安いっていうことだけでヒットしたわけではないんですね。というのもですね、その当時あの500円玉硬貨が普及した頃だった。つまりこれをワンコインで皆さんお支払いするんですね、うん、サンキューセットください。ではお支払いどうぞ。ワンコインで払います。390円いただきます。お釣り110円です、うん、この390対110、それがまさに78対22なんです。藤田伝マジか。お客様がいくら払っていくらお釣りを得たら潜在的に気持ちいいと感じるかを利用してたんです、うん、確かに、それが故に圧倒的なヒットを生んだ。圧倒的なヒットがどれくらいだったか、なんとこのサンキューセットその年の流行語大賞を受賞してるんです。1ファーストフードの1メニュー名が流行語大賞を受賞したということが、いかに影響力を持って迎え入れられたかというのを想像に難くないですよね。うん、すげえすげえ。これぐらいの成功を収めて藤田伝は日本マクドナルドを超一流企業にしました、うん、そしてそれを見届けてこの世を去るんですね。ほう、そのこの世を去った時の藤
藤田伝の年齢がくしくも78歳だったそうです、もしかするとこの藤田伝の人生そのものがユダヤの教えの法則のもとにあったのかもしれないただお話はここで終わりじゃないんですよ。何？藤田伝が他界したことで、うん、このユダヤの法則途絶えたかに見えましたが、うんうんうん、なんと後継者がいるって言うんですよ。実はですね、藤田伝が存命中に一人の若者が藤田のことを訪ねてきたんですね。藤田さん、僕はビジネスがやりたい、そして藤田さんのことをすごく尊敬しているんですが、何をやったらいいか見当がつきません、教えてくださいと、教えをこうと。そしたら藤田伝はですね、丁寧に教えたんですね。君の時代はコンピューターの時代だ、だからコンピューターをやるといいと思うよと具体的にアドバイスをした。その若者は後にコンピューターに関わる企業を起こし成功を収めます、うん、その若者というのがこの人物。マジで？本当？ソフトバンク孫正義社長です。いやーすげえ。この孫正義社長、ソフトバンクといえば最近のヒット商品というのがペッパーですよね。今田さんもご購入されました、はい、ペッパーです。このペッパー、開発に非常に技術が必要で、このソフトバンクがですね、これに、当たるにあたってですね、まあ、フランスのロボット会社を買収してるんですが、その時の株式の購入割合も実は 78% なんですね。その上でこのペッパー非常に面白い機能があるんですね。この面白い機能を説明するために会見を社長自ら出向いて、社長でそれを実際にパフォーマンスすることで説明したんですね、うんうん、その機能というのが人間の笑顔を数値化する機能なんですよ。お、じゃあ孫正義社長の笑顔、実はペッパーによると78点だったそうです。つまり孫社長は 22% の気持ちを内に秘め、78% の笑顔でこれからも日本経済を牛耳ろうとしているのかもしれない。そしてそれこそがユダヤの法則の上にあるのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。僕の出身大学が慶応大学というところなんですけれども、うんうん、ね、慶応ボーイのあっちゃんなんて言われることあるんですけど、僕は実は慶応ボーイではないんです。んというのも慶応ボーイというのは慶応を幼稚舎から中高大ストレートでエスカレーターで上がった人間だけを慶応ボーイ。このまあ権力構造の中で、はい、僕は慶応ボーイではなく慶応を卒業した人ということになるんです。でまあ、そういう慶応の中でもこの真の慶応ボーイはブランド化されてまして、政財界でも多く活躍するのはこの真の慶応ボーイと言われてます。で最近まあ活躍して有名になった慶応ボーイで言いますと、今年話題になったドラマ半沢直樹、演出を務めた福沢克夫さんという方なんですけど、この方は紛れもなく真の慶応ボーイなんです。しかもですね、あの慶応の創始者福沢諭吉の孫の孫、やしゃごなんです。ですから福沢と慶応の血は日本の経済を動かし、そして今も日本人の心を動かし続けているということが言えるのかもしれませんね。そんな慶応ボーイのスタートとなる慶応幼稚舎、小学校のお受験でもものすごい人気で最高峰の小学校なんですが、4クラスしかないんですよ。 K 組、E 組、I 組、O 組、慶応組、これクラスごとに特徴がありまして、E 組と I 組はいわゆる一般的なお金持ちの子供たちであるとか、タレントさん、有名人、スポーツ選手の子供たちなんかがそこに入ります、はい、ただこの E 組と I 組というのは後から追加されたクラスなんです。もともとは2クラスだったんです、はい、K 組と O 組、それで慶応だったんです。この O 組というのはどういうクラスかというと、将来医者になることを運命づけられた子供たちです、はあ、つまり大病院の院長や会長の御曹司たち、将来医者になるためだけにそこに入ってますから。そのクラスの授業内容はといいますと、とてもスパルタらしいです。内部進学とはいえ慶応の医学部は最高峰の受験難度になっておりますので、めちゃめちゃ勉強させる。では逆に K 組は何なのか気になりますよね、うんうん、
実はこの K 組こそが生っ粋の慶応家系、さらに言えば日本の大企業の会長や社長の御曹司たちなんです。イメージで言うと花より団子という漫画の F4、 はいはい、あれが40人いる感じです。ド迫力です。その K 組の授業内容も変わってます。要するに大組ほど勉強しなくていいんですよ。将来社長が約束されてますから。じゃあ何をやるのか。やる内容は一つ、この40人で仲良くしてくださいってことなんです。考えてみなさい、その40人みんな社長になるんですよ。全員が将来仲良かったら仕事がやりやすい、一気に日本のその時代の経済を牛耳れるんですよ。なるほど。ですからその6年間クラス替えは一切ありません。ただ楽しく人とつながる、それが大事。そんな K 組のエリートたちはその後も中高大とで卒業してからも絆を持ち続けてると言われてます。どこで持ってるのか。これがですね、都内有数のホテル、帝国ホテルというのがあるんですけども、うん、その日比谷の帝国ホテルの地下1階にミタクラブという会員制のサロンがあるんです。このミタクラブ、普通の慶応生では入会できないようなとても厳しい入会条件があり、つまりここに K 組のメンバーたちは卒業した後も集まっている。そんなミタクラブ、優秀でさらにサラブレッドが集まってますから、このミタクラブこそが日本の経済に大きく力を持っていると言われてるんです。というのもこの慶応幼稚舎から設立から100年、ちょうど100年してこのミタクラブが創立されまして、そのミタクラブができてほどなくしてお札に福沢諭吉が現れます。もともと聖徳太子だったその一万円札、それに福沢諭吉が登場した、そしてその20年後お札のデザイン変わってますよね。夏目漱石は野口英世に、新渡戸稲造は樋口一葉に、ただ福沢諭吉だけは謎の続投している、これはどういうことなのか、このお札のデザインの最終決定権というのは財務大臣にあるんですけど、その時の財務大臣が塩川正十郎、その塩川正十郎を任命したのが小泉純一郎、なんとこの2人とも慶応卒なんです。一説によるとミタクラブという大きな黒幕がこの2人を福沢諭吉続投のためにこのポストに据え置いたのではないかとさえ言われてるんです。そうして何がしたかったというと、日本の最高紙幣、お金の象徴に慶応の象徴を載せることで、我々こそがこの経済を動かしているのだというメッセージを日本国民に植え付けているとすれば、皆さんもしお札のデザインが次変わった時、その時にはもしかしたら新たな黒幕のメッセージがそこに隠されているかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。